左側青のユニフォームがホームブラウブリッツ秋田、そして画面右側白のユニフォームがアウェーファジアーノ岡山です。明治安田生命 J2 リーグ第12節ブラウブリッツ秋田対ファジアーノ岡山の一戦です。落ち着かないボールの展開の中、内田が前に出していったボール、竹がすらして吉田いぶき、しかし中には誰もいません。味方の上がりを待てるか、ここから重野シュート、それでいきます。これは最後キーパー触ってましたかね。触っていたと思いますね。右サイドからのいいスクールでしたよね、まあ、ヘディングでうまく竹選手競り合って、まあ、吉田いぶき選手の強さと、まあ、2列目から、ね、重野選手が入ってくるタイミング、さあどのようなコース狙ってくるか。バイスのシュートはそれていきます。先制のチャンス、ファーサイド、おバイスのシュートがそのまま吸い込まれました。岡山先制、決めました。そしてここで長いホイッスルで前半終了、ご覧いただきます。まあ、これバイス選手が競って柳選手ですね、触ってますかね、まあ徳本選手が、まあ、あえてファーに蹴りましたし、バイス選手が競って、まあ、これ柳選手が最後触ってますね。触ってますね。柳の得点ということになります。展開をされています。中村亮太落としていって吉田いぶき外に開く、中村亮太グラウンダーのボールなんですが、これは金山抑えています。自分で競った中でもう一度ポジショニングを取り直して、まあ、ここでニアでしたよね、はい、ここで吉田いぶき選手、今度はファーサイド正面です。金山、まあ、伊予選手と、まあ、中村優斗選手の、まあ、ある意味ホットラインというか、はい、な再三ワンタッチでさばいていって稲葉浮かせたボール入れる、バイスが跳ね返していって三上、吉田いぶきからこの位置からのシュート、金山パンチング、まだボールはつながっています。低いボールですけれども、まあ、伊予選手のシュートね、まあ、フリーだっただけにもう少し、このコーナーキックは跳ね返す、オーバーヘッド田中雄大、まだつながっています。ご覧いただきます、秋田の猛攻をしのいでしのいで、ここで長いホイッスルです。ファジアーノ岡山、第8節山形戦を除けば